い、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、お世話になってるフェラーリの正規リーダーコーンズさんにお邪魔しに行きたいと思います。イエーイ。実はですね、コーンズさんからとある招待状をいただいておりまして、私がお世話になっているコーンズさんのショールームが新しくなりますよ、リニューアルオープンしますよということで、ただいま実際内覧会を実施されているとのことなんですよね。この内覧会ではなんと普段はお目にかかるようなことができない車両がいっぱい展示されているとのことなので、今日はすごくワクワクでございます。いやー、お仕事帰りなんですけどね、ちょっと今日せっかくなら足を運んでいこうかなということで、これから早速コーンズさんにお邪魔していきたいと思います。で、新しいコーンズさんのショールームなんですけど、前の店舗の通りを挟んで向かい側にあるというね、すぐ近くの移転だと聞いてるんですが、どっから入るんだろう。あ、これか、ここだな。おお、ほほほほほ、すごい。はい、ありがとうございます。よいしょ。おー、わー、すごい。え、これ駐車場？え、おー、はーい。今のお迎え来ますので、貴重品だけお持ちください、はい、あと私、こちらの車ですね、移動させていただきますので、車の方だけ置いておいてください。わかりました。はい、車両も新しくなってから初めてですね。はい、広い、そして綺麗、すごい。前のショールームもすごい豪華だったんだけど、さらに広々綺麗になってる。29日が正式にリニューアルオープンですよっていう日付にしているんですが、それまでの今の期間はもうすでにお取り引きいただいているお客様にだけご案内を差し上げて、内覧会っていうような形でご案内してまして、一応目玉はそこの F50。はい、すごっ。これってこんなスケスケなんですか。そうです、やば。いわゆる限定車、はいはいはい、なかなか購入する機会が得られない車種のうちの一つになるんですけど、これは当時公道を走れる F1 カーみたいなものをテーマにして作られた車で、はい、例えばエンジン見てもですね、普通サスペンションってこうタイヤの脇を縦に取り付けされてますけど、これ真横なんですよ。これプッシュロット式といって、F1 カー、フォーミュラカーですね、と全く同じレイアウト。このシャーシ自体もダラーラって言って、はい、最近のフォーミュラマシンもみんなそうですけど、フォーミュラマシンのメーカーが作ったモノコック、要は土台を使っているので、中身はこれ F1 カーみたいなもので、これは一応うちの所有車両。あ、そうなんですね。販売はしないんですか。はい、これは新車で納車して、一度も乗られずに、納屋で保管されたまま、うちでまた引き取ってきたっていう車で。走ったことないんですか、この子。そうなんです、オーナー様は一度物に習えなかったっていう、みたいな一台なんです。すごい大事にしまわれて。ちなみに時価で言うとどんなものなんですか。そう、つけられるんですかね、値段って。いくらなんですかね。数億円。まあそうですよね、はい、しかもこの状態ならなおさら、はい、わ、すごい、こんな扉になってんだ。あの車も、はい、なんか忍者屋敷みたいな、すごい面白い。特にこうカラーサンプル、これあくまで一部で、はい、もういろいろご検討されてきた中で、いろんな、同じモデルでもものすごい種類があるっていうのは気づきだと思うんですが、もう色も内装の革ももう思い切れないぐらい種類があって、こういうふうにこう実際に、見本がいっぱい入ってるんだ。はあ、ね、こういう実物をこう見ながら、この画面に表示させて、
まあ、このバーチャルの中で自分の新車を次第仕立てて、うんうん、約2年後に実際にその車の実物が手元に届くという、まあ、その仕様を決める部屋がここ、へえ、ありがとうございます。いやすごい広いですね。へえ、いやー、はい、これが、すごい。だってもう運転席しかないですもんね。そうなんすごい。SP1 と SP2 っていうのがあって、はい、これは SP1 なんですが、1と2の違いは1人乗りか、はい、2人乗りか、そういうことなんですね、はい、へえ。これは日本だとあの、うん、ナンバーがつかないので、あ、じゃあ走れないんですか。走れないんですね。へえ。すごい広いお庭かサーキットかしか走れない。そんな広いお庭あります？むき出しなので運転ですよね。外にドアノブがないんですよ。あ、要は中のドアノブで開けれるでしょっていう。あ、そういうこと。こっからこう開けろと、はい、で、ここを引っ張って、あ、あ、そうなんだ。え、シザードア的なあれなんですね。そうですね。でこれも展示車で別に販売してるわけではないですね。はい、そうですね。これもあのうち の,、うん、あの大事なコレクションのうちの1台。カーボンのホイールなんですね。いかつい。あの持ち比べると全然違いますね。あ、そんな軽い。半分ぐらいに感じます。軽さ。そうなんだ。はい、あ、こんななってんだ。そうですね。今までの488もそうですし、FE と大体のリアエンジンの車は、うん、あの V8 モデルだったんですね。うん、V8 だとマフラーはここに左右にこう、両サイドで下にあったんですが、うん、26からエンジンが V6 になって、うん、おお、そんな感じで開くんだ。おお、いわゆるこうホット V って言うんですけど、はい、タービンとか、うん、こう排気、エキゾースト関係がこうエンジンの上に乗っかるっていうレイアウトに変わったので、うん、まあ、タービンって排気の熱、風の力を利用して回すんですが、はい、うん、まあ、タービンが上に来たということは、うんうん、の、あ、それに合わせてこれも、はい、出口も上に来た。エンジンに関しては、はい、すごい低いんですけど、こっちちょっと見づらいんですが、うん、エンジンはですね、あの左右の赤い部分、本当だ、すごい奥まったところにいますね、はい、あれがいわゆるヘッド。あ、でこの上のこう金属の部分は、うん、タービン、エキゾーストマニホールド、あとはマフラー、はい、まあ、排気系、この赤い部分、これモーターです。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます。おー、これもまあ低いですね。お、ちょっとやっぱり低いですよね。低いですね。へえ。ああ、はい、うん、この車はハイブリッドですね。はい、ブルトヒーノと違ってこう全部タッチパネルになっていて。本当だ、そうなんですよ、タッチパネルだ。そのフェラーリの、これも、はい、そこはですね、ここぐらいですね、物理ボタンが。本当だ、ちょっと、はい、へえ、はい、そこのフェラーリのマークの下にエンジンスタートっていうボタンありますが、はい、本当だ、ここを一度こう押していただくと、はい、これで起動したんですね、電源。おお、ほほう、はあ、うわー、メーターもこんなんなんだ。完全デジタルメーターですね。へえ。あ、そっかそっか。下にですね、はい、ガソリンのゲージがオレンジでこうありますけど、はい、その右の緑のマークがそれがバッテリーゲージですね。あ、本当だ。で、満充電だったら25キロ走れます、電気だけで。お、速度もだいたい120キロぐらいまではぐんぐん加速できます。へえ。首都高を走るぐらいだったら電気だけで走れますと。うん、で
電気がなくなってきたら、うん、あのエンジンがこの車ついてますので、うん、エンジンの力で発電ができて、うんうん、だいたいここの芝公園の首都高の入り口からお台場に行って、はい、でレインボーブリッジを渡ってもう一度こう帰ってくると、うん、ほぼ満充電ぐらいまでたまるんですよ。あ、そうなんだ。結構あの充電のたまり方は早いです。早いですね。こうやってでもエンジンだけで走るモードとかもあったりします。エンジンだけで走るモードもあります。エンジンをこう常にかけて走るよっていうモードもついていて、はい、それがですね、その左に今 H って書いてありますが、はい、それハイブリッドっていう意味ですね、うん、でそこを今度ですねブレーキ踏んでいただいて、はい、でもう一度そのエンジンスタートボタンを押してください。今エンジンかかったんですが、はい、今度その H のあたりを一度タッチしていただくと、はい、こういうふうに4通り、あ、本当だ、モードが、はい、まあその H は基本的にはこうモーター優位で動きます。ほうほうほう。ただある程度アクセル踏み込んで加速が必要な時はエンジンを始動しますよ、うんうんうん、モードで。その下に ED っていうのがあるんですね、はい、エレクトリックドライブ、はい、そこを押すともうモーターだけなんです。で今入らないのはエンジン始動直後で、うん、ちょっと車がこうエンジン温めたいよっていうモードに入ってるので、押しても受け付けてくれないんですけど。あ、そうなんだ、はい。でも V6 でも結構な音をしますよね。 V 型になって、うん、これピッコロ V12 って言われてたんですけど、 V12 エンジンって昔からエンジンの音もうたまらなくいいって言われてたんです、はいはい、でこれはちっちゃな V12 エンジンなんじゃないかって言われたぐらい音がいい、うん、すごい音する。同じ V6 でも、はい、あの NSX と違う。これ運転がめちゃくちゃ面白い車。へえ、ね、エンジンレスポンスもいいですし、うん、音もいいですし、うん、でちっちゃくなったんですよ F8 から。あ、そうなんだ、はい、なのでもう走り出してすぐ、うん、なんかこうちっちゃくて軽い車に乗った感じがすごいします。へえ。お越しいただいた方にお渡ししてるもので、はい、あのコーンズ印のモバイルバッテリー。へえ、そうなんだ。わー、すごい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい、ということで今回はリニューアルオープンされたコーンズさんのショールームお邪魔してきました。いかがでしたか？いやー、ちょっとね、あれは毎週でも通いたくなってしまう空間といいますか、なかなか見ることができない貴重な車も見れましたし、もうすごく広いショールームに素晴らしいおもてなしということで、また定期的にお邪魔しに行きたいと思います。はい、ということでね、今日は急いで仕事を抜けてきてしまったんですが、またお家に帰って仕事が残ってますので、ここからもお勤め頑張りたいと思います。ふー、働かねば。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあね、バイバーイ。